今の時刻午前4時です。前回お昼から青物狙いをしたのですが、全く当たりが来なくて、ということで今回は朝まずめを狙って青物をしたいと思います。あと飲ませ釣りなので、ここでアジを釣らなくてはいけないのですが、この時間にアジが釣れるかちょっと心配です。到着しましたが、ここから見ても車が多そうです。駐車場空いてるかな。さすがにいっぱいでしたが、少し遠くに一つ空いていました。ラッキー。でもこれじゃあ釣り場も人がいっぱいかな。少し狭いかな。声をかけると優しいお隣さんが入れてくださいました。しかしお隣さんからの衝撃の一言、この時間アジが釣れないかもって。え、そうなんですか。お隣さんはアジを買ってきたそうですが、とりあえずアジが釣れるかやってみたいと思います。ただいま午前5時前、もしアジが釣れなかったら諦めるしかないかな。お願い釣れて。アジ釣れないんですけど。その時です。お、これは？アジ来た。お隣さんも釣れましたねって。よかった、とりあえず一匹確保できました。しかしそれからが全く釣れず、時間だけが刻々と過ぎていきます。カゴだけ。せめてもう数匹釣れてくれないかな。周りでもみんな頑張ってアジ釣りされてますが、釣れてないな。前回お昼に来た時はアジが絶好調に釣れたのに、まさかアジが釣れないとは。はい、またカゴだけ。しかもめっちゃ寒い。この網エビも手につくと臭いし、網エビも網姫だったかな。チューブタイプのものを使ったことあるんですが、やっぱこの臭い網エビが一番いいような。去年車の中でぶちまけた時は、洗っても洗っても半年は網エビの匂いしてたな。それから網エビ持って帰るのやめました。早くしないと夜明けが来そう。やりました。なんとかアジが3匹とガシラ1匹釣れました。これで隣にエレベーター仕掛けの竿を用意できました。
んな魚を釣ってきたけど、まだ青物だけは釣ったことがなくて、どんな感じなのかめっちゃ楽しみです。あー、釣れないかな。お、アジが釣れ出してきました。あっという間に夜が明けようとしてきました。周りもまだ青物を釣られてる方いないな。去年タチウオ釣りの仕掛けで塩を釣れたことはあるのですが、今日の晩ご飯はブリしゃぶって決めてるのに。午前1時頃、すっかり周りは明るくなってきました。アジが絶好調で、心配していた飲ませ用のアジはたくさん確保できました。こうなったら晩ご飯またアジやな。しかし何も起こらない静かな竿やな。やっぱ青物を釣るってなかなか難しいやな。明るくなってきて周りを見ると、たくさんの方が青物狙いをされていました。この中で誰か早く釣ってみてくれないかな。とりあえずアジアジ。アジでも釣れると楽しい。と、その時、ドラグ鳴ってるぞって言われて竿を持ってみましたが、カメラも止めてたし、一瞬何のことかわからず、めっちゃパニックになりました。とりあえずバラすわけにはいかないので、初めての体験で旦那さんにやってもらうことに。しかし大変なことに、お隣さんと絡まってしまった。お隣さんのアジが浮いてきました。え、どうやって絡まってるの外すんやろ。お隣さんが一生懸命絡まってるやつを外してくれました。青物大丈夫かな。すいません、ありがとうございます。なんとか青物は無事、まだついています。タマ持ってきてって言われたので、タマを用意します。これ使ったことないんやけど、私の身長で届くんかな ?10 分くらいの戦いなので、少し倍速にしますね。すぐそこまで来ています。お、バシャバシャなってる。タモですくってって言われてもどうやって。とりあえず私が竿を持つことにしました。ただ竿を持っているだけでも引っ張られて重いって分かりました。なんとか無事確保できました。はい、こちらが目白になります。めっちゃ感激。大きい、重い、美味しそう。大きい
きさは65センチありました。まるまる太って美味しそう。さてもう一匹釣れたら次は私がやってみようと思ったのですが、やっぱりそう簡単には釣れないですね。その後アジをぐちゃぐちゃにされました。おそらくヒラメか餌にやられたのかなって思っています。その後釣れたのはご覧の通りエソです。その後お昼過ぎまで粘りましたが当たりが来ないので帰宅したいと思います。こちらはブリのしゃぶしゃぶです。2日続けて食べましたがめっちゃ美味しかった。こちらはアラで赤だしを炊きました。いい出汁が出てました。こちらはブリのアラ炊き、ご飯が何杯も進むほどとっても美味しかったです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いしますね。